足利総合運動場公式野球場は、栃木県足利市の足利総合運動場内にある野球場。球場正面の名板には、足利公式野球場と表記されている。施設は、足利市が所有し、足利市緑と文化、スポーツ財団が指定管理者として運営管理を行っている。1955年会場。以来、数度の改築。 回収を経て、現在も使用されている。主に県内のアマチュア野球で使用されており、高校野球、首都大学野球連盟等の大学野球、社会人野球の公式戦が行われるほか、地元の社会人、クラブチーム、全足シカクラブが練習場として使用している。2006年8月には、第31回全日本クラブ、野球選手権大会のメイン開催球場として、 使用された。高校野球では2010年代から従来使用されてきた宇都宮市、宮原運動公園野球場に代わり春と秋の県大会で使用されている。また、2004年9月11日には、足利市では29年ぶりのプロ野球開催となるイースタンリーグヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツが行われた。2019年には、 ベースボールチャレンジリーグの栃木ゴールデンブレーブスによる主催試合が2試合実施された。スコアボード、足利市内では、足利市生活路線バスが運行されており、総合運動場周辺を経由する系統もある。だが、1日後から6本程度しか運行されていないため、足利駅、足利市駅ともタクシーによるアクセスが便利。ありがとうございます。